1981年8月26日、野球界において、後に伝説となる名言が誕生しました。それは、阪神の江本武則投手が発言した、ベンチがアホやから野球がでけへんです。この言葉がきっかけで、江本投手はプロ野球を引退することになってしまいました。今回は、江本投手がどのような野球人生を歩んできたのか、なぜこんな発言をしたのかを振り返っていきます。 ID 野球との出会い。高知商業高校で2年生の時からエースとしてチームを引っ張っていた江本投手、2年生の秋の四国大会で優勝し、春の選抜出場を確実にしていましたが、部員の不祥事により参加を辞退することになってしまいます。さらに野球部は1年間の対外試合禁止処分となり、夏の県予選にも出られなくなりました。江本投手は選抜出場だけでなく、夏の甲子園の夢も絶たれたのです。1965年に初めて実施されたドラフト会議で、西鉄ライオンズから4位指名を受けます。しかし本人が大学進学を希望していたため指名を拒否しました。法政大学へ進学した江本投手は山中正武投手とともに6大学リーグの優勝に貢献。リーグ通算で14試合に登板し、6勝1敗、防御率 2.35、39奪三振とエースらしい記録を残しました。卒業後は社会人野球の熊谷組に入社、日本産業大校野球大会で関東勝利を収めるなど注目を浴びていきますが、1970年のドラフトではどの球団からも指名されませんでした。その後ロッテオリオンズの田丸仁スカウトからドラフト外での入団を打診されます。しかし当時のロッテは村田兆治投手をはじめエース級を多く抱える投手王国、自身がローテーションに加わるのは難しいと考え誘いを断りました。ところが翌年1月下旬、東映フライヤーズが2位で指名した井上敬一投手が入団を拒否。その代替選手として江本投手が指名されたのです。母親や周囲は反対しましたが、結局父親が背中を押し東映への入団を決めました。1971年シーズン、江本投手は開幕1軍を勝ち取ったものの、プロ初登板では自滅に近い形で2失点、26試合に登板したものの0勝4敗、防御率 5.04 と結果を残すことができませんでした。シーズンオフには高橋宏選手とのトレードで南海ホークスへと移籍します。しかしこの移籍が江本投手の運命を大きく変えました。それがノムさんこと野村克也兼任監督との出会いです。試合前のミーティングでノムさんは江本投手に対し、初球に何を投げるのか、2球目は追い込んだぞ、さあどうすると質問攻めにします。さらに1球目はピッチャーとバッターどちらが有利か理由も合わせて答えろというペーパーテストまで課したといいます。ノムさんはこの厳しい指導で江本投手を勝てるピッチャーに育て上げたのです。江本投手は南海時代52勝53敗防御率 2.97 というエースに恥じない結果を残します。この成績について本人は、相手の何倍も攻略法を練ったこと、それが自信と余裕につながったと語っています。江本投手がノムさんの教えを痛感したのは1976年に阪神へと移籍した時でした。当時のセリーグには巨人の王貞治選手が君臨していました。苦手なコースがなく欠点がないと言われていた王選手、江本投手は南海時代にノムさんから言われた長所の傍らに欠点があるという言葉を思い出します。そして一本足打法を操る王選手が投手によって足の上げ方を変えタイミングを合わせていることに気づいたのです。これが王選手の攻略の鍵となりました。江本投手は1球ごとに投球モーションのリズムを変えて投げたところ、王選手を抑えることができたのです。通算打率1割台、本塁打わずか1本に抑え込み、見事に世界のホームラン王を封印してみせました。ノムさんのおかげで王選手を抑え込んだ江本投手、しかし後のインタビューで、
頭が切れるノムさんと野球をやっていたから、あの言葉で阪神を辞める羽目になったと語っています。そう、あの言葉です。運命の8月26日、江本投手といえばやはり「ベンチがアホやから野球がでけへん」という言葉。その言葉が生まれるまでには監督やコーチとのさまざまないきさつがありました。1975年オフにトレードで移籍した阪神でも、江本投手の勢いはとどまるところを知らず、移籍初年度から15勝を記録。毎年のように2桁勝利を挙げ、1978年には選手会長に就任します。阪神のローテーションの一角として低迷しかかっていたチームの柱として貢献していました。しかし1980年に江本投手と同じく野村野球を学んでいたドン・ブレイザー監督が5月に退団してしまいます。後任として監督になった中西太打撃コーチは江本投手とは犬猿の仲、さらに藤江誠司投手コーチとも不仲で起用法も定まらず、江本投手の不満はどんどん膨らんでいきました。実は1980年のオフ、江本投手はあの二人とは合わないとフロントにトレードを志願していました。しかしフロントからいてくれないと困ると強く慰留され、あと1年我慢することになったのです。しかしその堪忍袋は1年我慢できず8月26日に切れてしまいました。その日甲子園でのヤクルト戦に先発した江本投手はシーズンを通して未だ4勝とくすぶっていました。闘争本能をむき出しにした江本投手は、この試合だけは絶対に勝ってやると意気込み、7回1失点と好投を続けていました。しかし7回時点で球数は130球を超えており、スタミナも限界に達していました。案の定8回に連打を浴び2点差まで詰め寄られ、2アウト2・3塁と一打同点のピンチを迎えてしまいます。ベンチからの指示を仰ぐためバッテリーと内野陣がマウンドに集まります。ところがベンチを見た江本投手の視線の先には、中西監督がベンチ裏へと消えていく様が映っていました。江本投手は時間を稼ぐため笠間雄二捕手に高めの釣り球を指示。しかしこの釣り球を狙われ、江本投手は同点のタイムリーを浴びてしまいました。後続を抑えこの回を終えましたが、江本投手は一連のベンチワークに激怒。何考えとんねんアホか、このクソベンチと記者がいるにもかかわらずベンチ裏で怒鳴り散らしたのです。この言葉がベンチがアホやから野球がでけへんと報じられ、翌日のスポーツ新聞をにぎわせました。この報道が球団の目に留まり、江本投手は10日間の謹慎処分を受けました。しかし10日間も謹慎すれば調整に1ヶ月はかかり、そのままシーズンが終わってしまうと感じた江本投手、現役に未練もなかったため、ここで辞めさせてくださいとその場で引退を表明しました。球団社長自らが慰留するものの、引退の意思は固く、江本投手は11年間の現役生活をあっけなく終わらせてしまったのです。野球との決別。自身の発言によって突如引退となった江本投手、後になって本人は引退は決して思いつきではなかったと語っています。実は目標としていた10年連続2桁勝利が1980年に8年連続でストップ。目標を失っていたこともあり、いつ引退してもいいと考えていたといいます。しかし引退を表明したものの、江本投手を欲しがる球団はたくさんありました。古巣南海はもちろん、広島、日本ハムなどが江本投手にオファーを出しています。南海に所属していた頃から親交のあった門田博光選手も、あいつのことだからどうせ来年もどこかのユニフォームを着てるよ、もしかしたら俺とのトレードもあるかもしれないと笑ってコメントしていたといいます。しかし引退表明から2週間後の1981年9月7日、江本氏は記者会見を開き、野球との決別を宣言してしまったのです。いろいろと僕のことを気遣ってくれた人には本当に申し訳ないんですが、つい先日野球道具をすべて処分しました。
もう野球をすることはありません。それから時が経ち、70歳を迎えた江本氏。産経新聞の記者が、あの時は格好をつけたんですかと尋ねた際にも、本当に野球に対して未練がないと改めて語っていました。政治家からユーチューバーへ。引退後、江本氏は様々な場所で活躍しています。日本放送で野球解説者を務めたほか、タレントとしても活躍。映画やドラマ、バラエティなど様々な分野で活躍し、1989年からは三田寛子さんと共に、なんてったって好奇心の司会も務めました。さらに1992年には政界にも進出。7月に行われた参議院選挙でスポーツ平和党から立候補し、見事当選も果たしています。その後も様々な分野で活躍していましたが、2010年に加齢黄斑変性を発症。年末に、右目だけで見てみたら左目の視界に丸いもんがあるなと、お月さんがかかってるみたいで、でも両目で見たらちゃんと見える。さらに2018年にはスキルス胃がんであったことも告白しています。本人は、まあ開き直りですよ。ピッチャーっていうのは開き直るのが仕事なんです。野手の人ががんになるとうじうじするパターンが多いんですけど、闘病でも野手とピッチャーの性格の違いが出るみたいですよ、と自らの闘病生活は開き直りだったと語っています。現在、野球評論家として活躍しながら YouTube のチャンネルも開設。野球界の裏話やシーズンの総括などを配信しています。